先週、おととい、その前ぐらいのニュースを最速で皆様にお届けするニュースヘッドラインのコーナーがやってまいりました。もちろんお伝えするのはセムです。まずは頭のおかしいこちらの知事のニュースから。島根県知事、野外脱マスクを痛烈批判。プ沖縄の例を挙げ、バカでもわかる。島根県知事がですね、野外マスクをしなくてもいいというのは、そんなことはふざけんなと言っているわけでございますね。不十分な環境での部活動や他の学校との練習試合での感染事例が複数確認されているなどとしたわけでございますけれども、これは換気が不十分だったからではないでしょうか。マスクは関係ないのではないでしょうか。野外マスクはしなくていいよって言っていた医師会のお話にですね、反発をしたということですね。こいつなんで島根県の知事やってるのか、もうちょっとわかんないですね。まあ僕はバカなんで、野外でマスクをする意義が全然わからないんですけれどもですね、もうちょっとですね、頭のおかしさを直してからですね、ものを語った方がよろしいんではないでしょうか。まあこういうやつを選んでしまったのが、まあもう日本の縮図なのかもしれませんね。はい、そんなこんなでですね、コロナ関係でございます。西村前経済破壊大臣というやつでございます。自画自賛、コロナ本がネットで大炎上、最低評価星一つ。コロナとの死闘、みんな嫌いですよね、こいつのこと。こういう時はですね、頭の方をですね、ちょっと低くして、すいませんでしたっていうぐらいがいいと思いますよ。世界的に見てどうなのかって言われたら、まあ日本って成功した方なんですよ、コロナの対策。こちらの方はですね、物の言い方、伝え方とかもですね、ちょっと良くなかったですね。特にですね、科学的根拠なく規制をするときに、ちゃんとやれみたいなことを言うわけでございますね。気が緩んだろんってやつをやってたんだね。もう顔を見せないでほしいでございますね。はい。そんなことなのでですね、こいつの功績の一つですね、1月から3月の GDP マイナス 1% 減ということで、2期ぶりマイナス、コロナ制限響く。で、今雇用情勢がですね、徐々に悪化しております。失業率が高くなるところまでは行ってないんですけどもですね、有効求人倍率がですね、だんだんと下がっております。以前はですね、 1.6 とか7の近くまで行っていたのがですね、 1.4 近くぐらいまで行っておりますね。で、この度ですね、補正予算がございませんでしたのでですね、今年の秋ぐらいにはですね、 1.2、1.1 ぐらいになるんじゃないかなと思っております。そうなるとですね、いわゆる求人が少ないということなので、仕事を選んでられない、つまり賃金デフレってやつが始まる。賃金デフレが始まる次は求人デフレ、求人がなくなっていくわけでございます。まあ、そこまでいくかどうかは、金融緩和が行われていますので、あの日銀が一人で頑張ってるような感じでございますので、いかないとは思うんですけれども、まあちょっとですね、現状認識が甘すぎるんじゃないでしょうかね、自民党。ちょっと本当に頭がおかしいと思います、自民党今。はい、そんな頭のおかしい、日本の自民党なんですけど、もっと変な国がございました。ごめんなさい、頭がおかしいとか言って、ワクチンほとんど未接種、北朝鮮の原因不明の熱病が大流行、韓国は支援するよって言ってるみたいなんですけど、まあこちらの元祖は頭の形がおかしい独裁者様でございますね。覇王の覇って書いて覇気ヘアっていうらしいんですけどですね、相変わらずですよね。なんかシャキーンとこう真四角でございます。下は丸いのにね。120万人発熱してるらしいです、今北朝鮮では。120万人発熱してるそうです。大体人口2000万人の国ですから、おおむね 6% ぐらいの人間が今まさに発症していると。へーっていう話じゃなくて、日本がカウントしてるのはですね、感染者数なんですね。こちらの北朝鮮、120万人発熱ということでございますんで、発症者で数えてるんですよ。恐ろしいですね。薬がない、軍の医薬品を放出しろって言ってるんですけど、その薬がですね、解熱剤らしいんですよ。コロナってなんで発熱するかと言いますとですね、人間の体の細胞分裂を抑える目的で発熱するんですね。で、ウイルスは人間の体の細胞分裂を利用して増えるので、発熱を抑えるとですね、ウイルスの増殖を助けてしまうということでございまして、まあこちらの人にもですね、科学というものが必要なんではないでしょうかね。薬がない、解熱剤を飲めばいい、そういうふうに言われたら多分国中そうして、それで重病化率がすごい上がっていくんでしょうね。ちなみにこの北朝鮮のメディアはですね、ヨモギを燃やしたら病気が治ったそうでございます。ヨモギどこに売ってるんですかね。はい、そんなことなのでですね、この前から日本の出生率やばいというお話をさせていただいております。出産一時金40万円を45万円6万円ぐらいまで上げろって言っております。東京の方とかでは入院させるとですね、ものすごい金がかかってしまうんですよね。田舎の我々と違って、そのお金のかかる地区とかでは
80万円を超える場合もあるということでございまして、まあもう子供作るのにも金がかかってしゃあないということでございますね。ジジイとババアの給付金は上げていこう。年金が減ったら、これ別に年金減ってるわけではなく、マクロ経済スライドってやつで減ってるだけなんですけど、5000円一律給付とか言ってるんですけれどもですね、100分の1ぐらいの予算でも使うのが嫌っていうことでございまして、さっさと子供にかける予算を上げてくれということでございますね。そしてですね、国の方もですね、その現状が分かってるのか、こちらですね、答申が出ました。少子化は国民共通の重大な危機である。2つ要は原因があるっていうふうに書いてあるんですね。結婚資金の不足、要は金がない。若年雇用の不安定さ、つまり金がない、要は金がないってことです。もう一つがですね、コロナ禍の規制で、まあ、出会いが少なくなったり、そもそもなんか将来不安があるから産まない産めないっていうことだったので、若年層の失業対策や賃金対策、そしてですねコロナ禍の規制をやめるっていうことで子供は復活してくると思うんですけども、ずら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 っと書いてあるのが、結婚支援という人への投資、要は若年層の雇用対策とコロナ禍の規制の対策のために AI を使って政府が結婚相談所を作るって言ってるんですね。もう一回言いますね。少子化の原因はお金と規制だっつってんのに、解決方法が結婚相談所を国費で建てるって言ってるんですよ。要は天下り先を作るって言ってるんですね。もう病気ですよこんな。全然真面目に取り組んでおりませんので、なんかこう一度始めた規制は解くのはなんか批判を恐れてなんか嫌だし、若年層の雇用対策とかまたお金出すの嫌だし、でも天下りでお金出すのは自分たちの既得権が増えるからいいしみたいな、こんなのねちょっとね変えないといけないと思いますよ。自民党今おかしいと思います。はい、次、サントリーペットボトルの飲料20円値上げ、でかいね。この今じゃないと値上げのチャンスはないってことで、まあ皆さん一斉に値上げを検討されておられますね。あまり悪いことではないんですよね。企業の業績がこれで良くなれば皆さんの賃金も上がってまいりますので、ただその岸田無能総理がですね、全く雇用対策をしていないんですね。雇用対策をしていない中でこういう値上げが行われますとですね、景気が悪いのにインフレ率が上がるっていうのをですね、スタグフレーションっていうふうに言うんですね。庶民のですね生活のためにもですね、減税と規制緩和をちゃんとしないといけないんじゃないでしょうかね。次のニュースです。こんな規制だけは緩く仕上がる。光る宇宙はピカチュウ。ポリコレってやつですね。ポリティカルコネクト、政治的に正しいとか、なんか人権がとか権利がとかいうやつで当て字を当てるのはいいのか悪いのか認める方針だそうでございます。それちょっと良くないと思いますけどね。字には読み方ってものがございますんでですね、漢字やめればいいんじゃないですかね。こういう人たちはね、カタカナとかで子供の名前つければいいんじゃないでしょうか。美しくて綺麗な世界、いい感じの世界みたいなのを作るための道具にしてるような感じがありますね。まあまあこういう人たちはですね、つける薬がございませんので、まあしょうがないんじゃないでしょうかね。地元のニュースです。 JR 西日本がですね、利用者の少ないローカル線の収支を公表したのを受けて、鳥取県の県内企業、市町村がですね、企業で電車通勤してくれたら事業者に10万円給付するよっていう新制度を設けるそうでございます。これ思うんですけれども、事業者にどのこうのよりはローカル線の駅にもう金を払った方が早いんじゃないでしょうかね。てか別にそのローカル線なんですけど、止まる時間を少なくすれば結構収益上がるんですよね。これ意外な話なんですけれども、止まるからお金が発生するわけですよね。鉄道って結構デタラメで、一回進むとですね、同じ速度で延々進むことができるんですよ。まあ、正確には滑り続けることができるんですね。いちいち止まるとですね、ストップするのにエネルギーが必要で、また再始動するのにお金もエネルギーが必要になってくるんですよ。で燃料費がかさんでどんどんお金がなくなってくると。しかしですね、ローカル駅はですね、1日1回か2回のストップとかにすればですね、十分再生取れるんですよね。赤字が少なくなるんですよね。なんで利用する人が少ないんだから、止まる時間も少なくすればいいだけの話。ローカル線っつってもなんか同じ線をこうずっと通ってるんで、どの道廃線ってことにはなんないんですよ。だって通過するんですが、通過駅としては残ると。お金必要なのは駅の設備とかメンテナンスに金かかるんですね。もし市町村が本気で駅残したいって考えるんだったら、駅をその市町村のものにすればいいんですよ。
でメンテナンスを市町村が持つ、であの1日何回か寄ってねっていう約束すればいいだけなんですよ。それぐらいだったら JR の方もですね、燃料代で済みますから、あとですね、値上げもすればいいと思いますよ。このチャンスにですね、補助金とかじゃなく、なんかセンスないですよね。はい、最後のニュースです。モノ光合成だけで半年以上パソコン動かすことに成功。窓際に設置するだけで藻が光合成をして電流を流してくれそうでございます。さらにですね、蓄電器組み合わせることでですね、晴れじゃない日も安心ということでございます。藻ってね、結構ね、あの油が取れたりとかするんですよ。オーランチオキトリウムとか有名ですよね。あの今お亡くなりになった勝谷さんがですね、すごくおすすめしておりました。オーラン長期トリウム、調べてみてくださいね。こういうバイオマス系はまだまだ掘られてない資源でございますのでですね、研究進めれば進めるほど起きそうな気がいたしますね。まあ、やっぱりね、自然にできているものすごくうまくできてるんですよね。なぜかというとですね、あの人間はですね、200万年ぐらいしかですね、道具を使う研究をしておりませんけれどもですね、彼らはですね、何十億年っていう時代の積み重ねがあるんですね。それは遺伝子に刻まれているエネルギー効率をですね、リスペクトしてですね、研究していったらいかがでしょうかというお話で終わらせていただきます。ありがとうございました。専務でした。